キオプスは欧州宇宙機関と水数宇宙局の協力によって2019年12月18日に打ち上げられた太陽系外惑星の観測を目的とした小型宇宙望遠鏡である欧州宇宙機関が超中期探査計画コズミックビジョン2015から2025において進める大中小規模の各プロジェクトのうち 小規模ミッション最初の人工衛星として26候補の中から2012年10月に選定された。提案者はベルン大学の天体物理学者ウィリー・ベンツ教授で搭載される宇宙望遠鏡は同大学の宇宙居住性センターによって設計、製作された。トランジット法による観測が可能な基地の境外惑星を持つ恒星系に対して惑星が 恒星の前を横切って現行が起きるタイミングで望遠鏡を試行し、その高度の変化を詳細に観測することで、惑星の直径を誤差10%の精度で求める。地球質量の20倍以下の惑星を中心に観測を行い、未だサンプルが少ないため詳細が不明なこのクラスの惑星密度の傾向とその惑星形成について研究を進める。また、 次世代の大型望遠鏡が、その分光観測で、境外惑星の大気を詳細に分析するに先立ち、その観測候補となる惑星系を絞り込んでおく、役割が期待されている。衛星プラットフォームは、エアバスディフェンススペースが製作を担当。衛星の大きさは高さ1.5メートル、外径1.6メートルで、重量は290キログラム。 六角中の衛星プラットフォームの片側三面を覆う太陽電池アレイが衛星と観測装置を太陽光から守るシールドの役割を兼ねており、その三シールドを背負う形で高度測定用に設計されたリッチー・クレチアン式望遠鏡が設置される。この望遠鏡は合計3 2 0ト、mm、ル焦点距離2 6 8 1ト、mm、ルで、 0.32度の視野直径を有し、その焦点に置かれた CCD が、可視金赤外線の波長を検出して、観測対象となる構成の高度変化を測定する。キオプスは2019年3月に衛星のテストを完了した。イタリアの軍民共用地球観測衛星コスモ、スカイムド第二世代機の打ち上げに伴うサブペイロードとして、 2019年10月15日から11月14日にかけての打ち上げが予定されていたが、2019年12月18日に打ち上げられた。地球の明暗境界線上を周回する太陽動機ドーンダスク軌道に投入され、常に望遠鏡を太陽の反対側に向ける姿勢を保ちつつ観測を行う。打ち上げと軌道上の試験まではエサが担当し、 その後の観測運用は、スイスのベルン大学が中心となり、ヨーロッパ11カ国の研究機関が参加するキオプス・コンソーシアムによって管理される。ジュネーブ大学内に置かれたサイエンスオペレーションセンターによって観測スケジュールが組まれ、スペイン国立航空宇宙技術研究所内のミッションオペレーションセンターを通じて、トレホンでアルドス地上局より、 衛星の制御コマンドがアップロードされる。観測時間の20%は外部の研究機関から提案されたターゲットに割り当てられる予定である。ありがとうございます。